いやちょっとトイレに行ってきました。あ、そうなんですね、はい、すごい探しました。すいません、あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、長い方だった、恥ずかしい。前回が、初めてあのサードステージ、憧れだったステージに進むことができまして、3枚目6回目の挑戦でセカンドステージを攻略した。上げて上げて押して押した。あ、8連覇もかかっちゃった、ありがとうございます。前回のやっぱセカンドステージクリアっていうのが、5大会連続でセカンドステージがダメ で6回目にしてやっとできたっていうものだったので、すごいギリギリのクリアだったんですね。で、まあ、ちょっと周りの目から見ると正直結構まぐれに近いような風にやっぱ映ってると思うので、前回の自分のセカンドクリアっていうのがもうたまたまではなかったんだっていうのを、まあ、証明するためにやってきた1年なので、すいません、いやちょっと前回より5秒制限時間短いっていうことで、あれですね、前回僕1秒ちょっとしか残ってないんで、前回のスピードのままだと脱落ですね。かなり不満要素ですよね、これは。いやそうですね、まあ、でもそうなるかなっていう予想は、まあ予想というか想定はしてきてはいるので、まあ、5秒短くなったのは難易度的にはかなり大きな変化ではあるんですけど、それに負けないぐらいのトレーニングをしてきているつもりなので、ちょっとここでメンタルプラスでぶれないように頑張ります。ケイタロさん、これ何やられるんですか、これから。あ、セカンドのちょっとこう、はい、イメトレというか、はいはい、多分別に強度的には何もないんですけども、はい、例えばこうバックストリームの前にこう一呼吸置くとか、ちょっとそういう練習をちょっとしますね。いいのかな、はい、いいんじゃない。危ない危ない、こっち、そっちなの。危ない危ない危ない、いや、今ので5秒ぐらいは残ってる。あ、ほんと。どっか痛いか疲れた。まあ、指かはやっぱり相変わらずだけど、まあでも指あんま関係ないから今回は、今日は、はい、だからまあ大丈夫でしょう。しっかりね、うん、そうそうそう、もう一回体温め直してね、うん、なんせこの冬用のダウンだからめっちゃ暑い、うん、まあでもほんとこんな感じで一緒にやっぱやってくれますし、やっぱり、まあ、僕のクリアを、まあ、誰よりも本当に期待してくれてると思うので、ちょっとなんとかそれに応えられるように頑張ります。まあ、このちょっと強く難しくなった、まあ、セカンドステージも、まあ、2人でなら乗り越えられると思いますので、必ずサードに進みます。うん、オッケー。よし。いや、あれね、みんな結構剥がれてる。よし。はい。はい、いや、もうそれ、はい、落ちたらもう慎重に行こうが、結構間に合わないんだけど、どの道落ちるんだったらってことですよね、もう。大丈夫大丈夫、うん、いっぱい泳いだ、いやいっぱいやったね、これもいっぱいやったね、いっぱいやったね、うん、頼みますよ。はい、苦節8年、昨年6度目のセカンドステージ、その挑戦で初めてクリアをしました。今年もセカンドステージのその先へ、栄光ゼミナール講師山本圭太郎31歳。クライミング歴12年、鍛えてきました、体と指先。まずはこのローリングログ、苦しんだセカンドステージ、2年前にはこのローリングログで落ちてしまった。しかしこのローリングログ、今年もしっかりとクリアをしていきました。ファーストステージクリア後はクライミングで出会った奥さんから100点満点をもらった。セカンドステージは200点を目指すと話します。セカンドステージは200点を目指すと話します。さあ2つ目、このバーに移っていくサーモンラダー、3段目までしっかりと降りた。体を揺らして
そしてここもクリアをしていきました。スパイダーランです。まだ70秒近く残っています。いいペースで、いいペースでここまで来ている。ここからはスパイダードロップ難なく、バジーク難なく進んでいく。今年も山本はセカンドステージでも落ち着いている。昨年、おっと倒れかけた、大丈夫か、はまってしまったか、いや大丈夫です。さあここからは水の中、強烈な逆流を、向かってくる波を、向かってくる流れを越えていきたい。心肺機能が弱く水に苦手意識があったが、ジムのプールで練習をしてきたと話す。その練習の成果をこの場所で、サスケの舞台でしっかりと見せていく。残り30秒を切った。30秒だよ、頑張れ。25。さああとは時間との勝負。昨年よりも制限時間は5秒短い、より難しくなったセカンドステージ。山本進んでいく。昨年は1秒76残し、タイムとの勝負だ、時間との勝負だ、進む進む。さあまだ10秒以上残っている。1枚目警告音が鳴る。頑張れ、頑張って。警告音が鳴る。しかし筋力トレーニングもしてきた。さあその力で上げた。3枚目を上げて今年もクリアだ。ギリギリクリア。危ねえ。苦しんだ8年間は山本の力になっていた。2年連続鬼門セカンドステージクリアです。怪我全然大丈夫。よかった。もう疲れたね。やべえ、よかった。よかったよかった。あれもう終わったかと。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、もうやめてよ。絶対に息継ぎなしでいけるはずだったんだけど、ね、やっぱりいやそう心拍数上がっちゃって無理だと思ったから一回息継ぎした。えらいえらい。でファイナルに行きますんでお願いします。トランポリンパフォーマー、ありがとうございます。指先の強さは自分で言うのもなんですけども、すごい絶対の自信があるので、前回はもうああいう形で終わってしまいましたけど。山本圭太郎30歳、上に上がる足を挟み込んで3本目は反時計回りに回転しています。高さを、山本鍛え抜かれた指先力、腕力でもサイドワインダーに届かなかった。自分の思った通りの結果が出せなくて、もう本当に正直悔し涙が出るぐらい残念な結果だったので、それをですね妻と必ずリベンジしてやるっていう思いで1年間やってきたので、ようやくここまで来れたなっていう感じです。トレーニングもすごい一緒に付き合ってくれてるんですよ。夜、僕仕事がちょっと夜遅いので夜公園に行ったりするんですけど、もうそれにも一緒に付き合ってくれたりとか、前回の反省を踏まえてやっぱり心肺機能を鍛えないとサードステージにもう一回進めることはないと思ったので、坂道ダッシュですとか、あといろんなアスレチックっていうのを連続でこなすっていう練習を一緒に奥さんとやってます。やっぱ胃が痛いです。なんかスカッっていうエリア多いので、全部ほぼ全部ですよね、スカッとなるエリア。心臓に悪いから安心して見れるとこがないかな。本当に妻の支えなくしてはここまで来れなかったので、その感謝の思いを必ずこのサードにぶつけたいと思います。待って、めっちゃ緊張してるよ。めっちゃ緊張してる。めっちゃ緊張してる。めっちゃ緊張してた、うん、ちゃんと感じるんだよ、足の裏の感覚と、蹴る角度と、そう、力の入れ具合。わかりました。だから絶対見とけよ。やっぱ見るしかないか。ずっと見とけ、見ながら振りのことよりも見ること優先した方がいい、もう見っぱなしで飛んだ方がいいよ。頑張って。私の方が冷たいよ。いいじゃん、温まってる。頑張る、うん、頼んだよ。絶対に、うん、見てて、うん、森本世代で
サードステージ最強と言われているのがこの男。しかし去年はサイドワインダーに屈しました。今回は進化した姿を見せられるか。サスケ史上最強の塾講師、栄光ゼミナール講師、山本圭太郎31歳です。クライミング歴12年、鍛え抜かれた指先力。まずはフライングバーに挑んでいきます。栄光ゼミナール東部練馬校の教室長も務めている山本圭太郎、ふわっと優しさのあるフライングバー、柔らかさがあります。空中戦得意、早い。去年落ちたサイドワインダー、心を決めてすぐに飛びついていきました。このあと2回目のジャンプ、ここはどうだ。しっかりといった。まずはサイドワインダーのクリアが目標と言っていた、去年を超えたい。高さがある、完璧に完璧にやってきました。今回のサスケめっちゃ緊張した。大丈夫ですよ、呼吸して1回落ち着いて。しっかり深呼吸をしてから、呼吸を整えて次に気持ちを向かわせていきます。山本圭太郎、去年6月に結婚いたしました。心強いパートナーのサラさんと二人三脚。セカンドステージクリア後、妻からは100点とは言われなかったが、普段公園で一緒にやってきたことが実を結んだと話しています。セカンドステージは0秒96残し、ギリギリのクリアでした。前回は8度目の挑戦で因縁のセカンドステージをクリア。今回もセカンドステージをギリギリでクリアし、得意であるサードステージに進んできています。前回はサスケの厳しさを痛感した。天国と地獄を味わう大会になったと振り返っている。落ち着いてないよ。 OK です、終わりました。すごいもん、なんかかかってる感じ、闘牛みたいになっちゃった。目気がついてないですか、大丈夫ですか。目を輝かせている。ギラついていないか確認した山本圭太郎、ファイナルに向けてサードステージ攻略へ。初めてのスイングエッジ、体振るぞ、体振るぞ、飛びついたぞ。鍛え抜かれた強靭な指先力。山本圭太の横を見る余裕がありました。ハートを抑えた、倒れ込んだ。もう本当やばかった今。楽しそうだ。ケンちゃんいいね。いいよいいよ。いいよ。もう今もう超やばかった。一回落ち着いて。一回深呼吸。リセット。大丈夫大丈夫。これすごいね。ね、もういっちゃうよこれ。マジで。うわすっげえ。サスケのサードステージはストイックなイメージがありますが、森本世代は本当に楽しそうにこのサードステージに臨んでいます。そして始まるクリフディメンション、このクリフディメンションは2カ所移動しています。山本圭太郎にとっては初めて。クライミング歴は12年です。得意ではないファーストステージ、セカンドステージを確実にクリアしたいと言っていた自分の夢舞台であるのがこのサードステージ、一番の目標だと話します。森本世代、空中戦最強は真実なのか。佐藤はここでやられた、多田はここを超えた。大丈夫、頑張れ。やりたかったやつやりたかったんだよ、本当に。クライミングを通じて知り合った
サラさんと結婚しました。練習にもいつもついてきてくれる心強いパートナーです。気づいたことを教えてくれる、練習をサボりそうな時にも叱咤激励してくれる。妻と仲間と己の指先に全ての期待を込める。後ろを見るサードステージ、最強の男、山本圭太郎、進化した姿を今宵ここで見せる。少しぶら下がる山本圭太郎、ここにありを証明できるか。証明した、初めてのクリフにメンション。表情は全く変わりません。むしろここからは山本の得意エリアに入っていくというクリフトバーティカルリミット通常ですとサードステージ、ここから厳しいところになっていくんですが、山本にとってはクリフバーティカルリミットが得意エリアとなると、バーティカルリミットもいけるか、期待は高まります。栄光ゼミナールの講師、山本圭太郎、1分前。はい。これまで森本世代、陰に隠れていたと自分自身で言っているが、今大会の主役が、はい、今大会の主役は僕がなれるように頑張りますと話します。真っ白になるまでつけます。とにかく応援席と会話量が多い山本圭太郎、はい、みんなが見たかった。あとチョークいっぱいつけろよ。圭太郎のクリフです。深呼吸しよう、深呼吸。俺、本当楽しそうだよ、ね、これも一つの緊張緩和の方法か。はい、ずっと喋っている。はい、いや、ここは行きたい。楽しんでいる、冷静である証拠か。確実にね、OK。 全てのアドバイスに返事をする山本圭太郎、はい、この先どんな結末が待っているか。同世代の森本裕介の完全制覇にも影響を受けたクライミングが得意な山本圭太郎、息を大きくしながら、体、足でバランスを取りながら、その腕は強靭だ。バーティカルリミットが簡単に見えてくる。クリア。恐るべし、その上腕の筋力。強さを見せつける山本圭太郎。すでに今宵2人がファイナルステージ進出を決めています。黒虎山本、森本世代多田達也、そしてもう一人名乗りを上げるか。栄光ゼミナールの講師です。小学生から中学生まで幅広い年代の生徒を抱えている。慎重にね、慎重に一個一個。生徒たちや親御さんからも、はい、サスケ先生と言われることが多くなりました。もし3人行った場合、ファイナルステージに3人行った場合、2012年28回大会以来10年ぶりということになります。ただ、はい、亡霊の住む沼、パイプスライダー、はい、あのこれ掴んで、でそれで降ります。この 5.3 メートルの沼地には、はい、数々の猛者の悔しき思いが染み込んでいます。はい、山本圭太郎、ここで降りる。まだ表情には余力が見られる。順坂で行く、小刻みにパイプを揺らしていく、パイプスライダー、は
サスケ史上最強の塾講師、栄光ゼミナールの講師、山本端まで来た。着地を決められるか、いけるか、約束の場所、もう一度立て直す、引っ張って引っ張って、もう一度。ただはここで粘った、そしてたどり着いた。体を振るとその都度滑る、ここを越えていけ、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 残念落ちてしまった。最後の最後、栄光ゼミナール講師山本、これがパイプの嫌な距離。ごめんなさい、謝る必要はありません、ベストを尽くしました。本人の中で広がる悔しさ、約束の場所には今回たどり着けませんでした。はい、最後届けませんでしたね。はい、まあ、前回と違って、まあ、自分の実力っていうのを、まあ、100% 出し切った結果だったと言えると思いますので、すごく悔しいは悔しいんですけども、まあ、悔いはないかなと思いますね。自分の練習の成果は間違いなく 100% 出し切ったかなとは思います。いや、すごかったよ。いや、ごめん、ごめん、本当に悔しいんだけど、でも本当に悔いはないというか、今まで一緒にいたことは間違いなく楽しかったと思うから、次はまた一緒に。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。